伊藤ガチャに行きたいと思います。え、待って、かわいいんですけど、三つ葉サイダーなんじゃないこれ。え、かわいいじゃん。待って、本当に、え、本当に、はい、さらにね10枚追加しました。タコリーナもね掃除してるやんもう責任重大だよ。早く奥太郎を探し当てないとですね。はい、では21回目ですね。なんだあれは。あ、待って、会ったことある気がしないでもない。あ、エイプリルだって、奇抜。わお。はい、22回目です。結構、おお、なんだピンクのクマですね。え、またまたこの子もなんか目が面白い。え、待って、これイチゴ？イチゴなのでは？どうなんだろう。なんか髪の毛がヘタっぽくない？なんかあの果物のヘタみたいな感じがするんですけど、でもイチゴだったら赤にするよね。なんだろうこの子。ちょっと男の子なのか女の子なのかも定かではない。ベリーちゃん、ベリーちゃんにします。ガビ。何ガビ？俺はガビだ、よろしくなえ、ガビってなんだ。え、ヤンケなんとかヤンケって、でもちょっと可愛いですけどねバイバイ。はい、23回目でございます。こんなに出ないもんかねって感じなんですけど。あー、え、誰、え、やばい、え、やばい、何？4号ちゃんではないけど、ちょっと4号ちゃんの面影がある。え、顔を見せて、顔、え、待って待って、こんなに派手な格好してるのにさ、顔はちょっと薄めってどういうこと？え、待って、顔見せてよ、恥ずかしがらないで顔見せて。え、めちゃめちゃ素朴。え、見た目めちゃめちゃデーハーなのにさ、顔がめちゃめちゃ素朴なんだけど。え、可愛いんですが。え、何、え、何、マジで、え、マジで、え、面白い、え、待って、面白い、顔が面白いぞ私ゴリラ好きなのかな、可愛いわ。え、でも待って、名前わかんない、何、ちょっと怖いよね、なんか占い師かな。え、何だろう、え、マジでわかんない、え、マジでわかんなすぎるこれ何者、ちょっとピンクだからピンコとかにしとくピンコ、うずめ、え、かわいいやん。あいやーあいやーって、え、なんだろう、なんかの民族、なんかの民族なのかな、占い師ではないっぽいですね、なんかどっかの民族だ多分。え、面白いけどバイバイはい、24回目でございます。おっと、クマですね。なんかいいとこの坊ちゃんっぽい、なんか風間くんって感じする、風間くんだなグルミン、なんだグルミン、グルコサミン、キュン、え、キュンだって、え、かわいい、かわいいけどバイバイはい、25回目でございます。あー、知ってるこれ、あの、わかるよ、なんだっけ、なんだっけ、デースケでしょ、デースケピロピロー、イエーイ、ピロピロー、バイバイ前会ったことある。はい、来ました、26回目。あ、この上にいるやつね。誰、めちゃめちゃデーハーなんですけど。え、何この子、え、なんだこれ、オレンジ、まあ、クジャクなんですけど、え、なんだなんだ、何がモチーフなんだろうこれ。ファイヤー、キノコ、待って、惜しい、ちょっと待って、悔しいあ、めっちゃ今の悔しいな。ファイヤーまで行ってたんだ、もうちょっと行ったらヒノコまで、まあ、行ったか分かんないけどあー、着眼点は良かったんだな、悔しいな、熱いわ、だってヒノコ、ヒノコか。はい、27回目でございます。え、待って、取り率高くない？
え、そんな焚き火の前にいたら焼き鳥になっちゃうで。え、待って、この子は、この子何、目めっちゃ白いんだけど感情ある？え、何、なんかでもなんかね、チョコっぽい、トリュフ、なんかトリュフっぽくない？トリュフ、あ、うん、ふみ太郎、ふみ太郎、懐かしいな。ふみ太郎はわからない。いや、ふみ太郎はわからんわ。あ、また筋肉ゲラじゃん。ブンブンですね。はい、28回目ですよ。おっと、また来た。あ、違うわ。あ、同じ子かと思ったら違う子でした。え、なんかさ、この子さ、すごいなんか王子様感ない？え、なんかプリンスっぽい、なんか王子じゃない？これ王子だな。なんか顔も顔つきも王子っぽいもん。これ王子です。あ、アイダホ？あ、王子の服かと思ったんだけどさ、ちょっとカウボーイ的な方だったか、こっち。あー、なるほどね。ミスった。何？よろしくなの心？え、の心？え？え、ないもんかなの心？何の心って？なんとかの心っていうの？口癖面白いな、なんか。はい、29回目でございます。わー、誰かいる、誰かいる、誰？え、クマっぽくない？いかつ。え、テルマエロマエじゃん。めっちゃテルマエロマエ、テルマエロマエじゃん。ローマ、ローマ、昔のローマ。なんか仲良くなれなさそう。え、なんだ名前。え、なんだろう名前。え、なになになに、なんだろうな。え、なんだろうな、なんだろうな。メロス？メロスじゃない。メロス。白いスルメ。待って、もうひとひねりしたら当てたじゃん今。クマロス、メロスだからでしょ。メロスのクマだからクマロスなんでしょ。やっちまった、これは、これはやっちまったぞ。当てれたぞスルメ。今のは、今のは怠惰だ、怠慢だ。口癖はオッパー。オッパーはよくわかんない。なんでメロスでオッパーなの？記念すべき30回目ですね。きっと奥太郎がこの上にいるはず。いない、ちっちゃいね。誰だ、あれはクマなのか。ネズミ、ネズミでした。え、待って、これなんだっけ。え、なんか見たことあるような、ないような。あー、ま、え、あ、なんか、え、なんか見たことある気がする。え、誰だっけ。ピース？あ、わかんない、会ったことなかったかもしれない。また筋肉。え、筋肉多すぎじゃない？はい、ということでですね、30回もう離島ガチャやったんですけど、もう全然ね、奥太郎も出てくれる気配もなく、新しい出会いもあんまりなかったので、あと5回と決めます。もうキリがないので。なので、この5回でもし全然誰にも出会えなかったら、もう最後の5番目の子を私のスライム内藤にね、迎え入れたいと思います。え、結構怖いですね、なんか。え、怖い、なんか急に緊張してきたんだけど。なんか今まではさ、まだ、あれだったから、選べたからね。あ、待って、やばい。誰？え、待って、なんか6。え、6？あ、わかった！え、待って、6って書いてある。え、これビリヤードなんじゃない、もしかして。え、違くない、わかんない。私が今高飛びも持ってるからかな。なんかビリヤードっぽくない？なんかね、なんかさせそうっていうか、ってことで、なんだろう、ビリヤード。毒、嘘だ。嘘、そんなシンプルなことある？待って、びっくりしちゃった私。マジで毒なの？毒なんて名前つけんの？え、かわいい、ゲロゲロ。え、待って、
可愛いかもしれないこの子。え待って可愛い。えドクくん可愛いな。まさかすぎて名前が。まさかシンプルに毒とは思わなかったんでちょっと度肝抜かれましたこれは。可愛いな。ちょっとなんかあの度肝抜かれた分ちょっと加点がすごいですね可愛いけど、まあ、うちにはねカールがいるからね。はい、では32回目でございます。どうなんだろう。なんかさ、あの奥太郎はもし無理だったとしてもなんかね今の私の島にいないタイプの住民がいいなっていうのがちょっとある。まあいないタイプだけどいないタイプだけどちょっとハゲてない。なんかコボちゃんっぽくない。コボちゃんなんじゃないもしかしてこれ。ちょっとねあの最近シンプルが続いているので名前がこれはコボでいきます。私コボラン。ダチョウ、ダチョウだもんね。バイバイ。え待ってちょっと幸先悪いよ。ちょっと怖い。なんかどうしよう。5番目にさやばいの来たらどうする決めたことなんで迎え入れるけどね。はい、33回目、あと3回のチャンスでございます。かわいい子来い。森って書いてある。ゾウさんだ、ゾウさん。え、かわいいけどね。まあかわいいけどね。え、なんで森って書いてあるんだろう。森を信じていいかな。名前ね、慎太郎。 XL そっちかい。それは分からん。サイズの方だったか。まあでも、まあ、私あのなんていうの、ちょっと面白 T シャツを着てるっていうことでヒントはねありましたね。また筋肉かい。ゴンス XL か。なるほどね。バイバイ。はい、34回目、ラス2でございます。ここで可愛い子に会って決めときたい。来た。ちょっと待って待って待って。え待って待って待って、これシベリアさんでは。えシベリアさんですよね。え知ってます知ってます。え存じております。シベリアさんですよね。えかっこいいんだけどちょっとビアンカ様と被りすぎじゃないかな。色がね。えでもシベリアは男なんだよね。まあ、男の子なんだよね。あ、大目確認だけど初対面だよな。だって。え、かわいいぞ。え、待って、めちゃめちゃかわいい。え、どうしよう。ちょっと待って。悩む。え、悩むの極み。え、待って、どうしよう。あと、ラス位置あるの。ラス位置あるんですよ。わ、待って、でもこれ、かわいいよ。いや、狼二人っていうのがどうなのかなっていうのあるんだけど、え、でもね、いいよね。え、待って、どう？シベリア。え、シベリアよくない？え、どうですか？どうですか？え、ちょっと呼んじゃう？呼んじゃう。いやめちゃめちゃ可愛いよ。めちゃめちゃ可愛いんだけど、いやでもね、いやでも逃げだなこれは。いや、あ可愛い、かっこいい、可愛いとかっこいいが共存してるんだよ。いやでもね、いやでもね、うちにはねビアンカ様いるし、しかもなんか35人目でね決めるって決めたし、もうこれはねかける。あって分かんない、もしかしたら35人目に奥太郎来るかもしれないもん。私はね、私はシベリアを捨てて最後にかけるよ。いやー緊張してきた。もう私ね、どんなに可愛くなかろうがもしあの今まで私の島に来たことがある人であろうが、マジで今ここにいる住民をね迎え入れますよ。いやでも私まだね奥太郎いるっていうところを諦めてないんで、いや私奥太郎いるって信じてるんで。待って緊張してきたね、私本当にいいのかな、こんなここで決めちゃっていいのかな。いや行くぞ。怖い。待ってやめて。待って、なんかまだ全体像見、マジ？待って、本当に？待って、あれ奥太郎じゃん。ちょっとマジで、待ってこれやらせ疑われるレベルなんですけど、本当なんですマジで。ちょっと待ってびっくり。これ待って本当に奥太郎だよね。奥太郎じゃん。ちょっと本当に言ってる。待ってやばい。本当にどうしよう。待ってこんなことある。本当に今シベリアやめてよかった。ちょっと奥太郎信じてた奥太郎。ちょっとねマジ本当に、ね、奥太郎だよね。奥
ここやめよう、ここやめよう、ちょっとここで話すのやめない、ちょっと見た目、え、仲良くしようぜタコだって、え、仲良くしよう、そっち行かないで、だからそっち行かないで奥太郎、え、待って待って、マジ本当に、え、待って、やばい、ちょっと感動している今私は、もうね、やばいの、やばいのが絶対来て、なんかあの超可愛くない子をさ島に入れなきゃいけないのかなって結構思ってたんで、本当にこのタイミングで奥太郎来てくれるとは思わなかった、本当に、え、マジですごいかも、え、てかいなくなっちゃったんだけど、ちょっと奥太郎出て、あ、来た、で、これでね、うちの島にタコが3人揃うわけですよ。え、待って、奥太郎、ちょっとなんでそっち行くの、あー、ずっと会いたかった、マジで、え、本当に私マジで絶望してたんですよ、さっき、ていうかもう、あの、なんだろう、30やってもう出なくて本当にあと5個で決めるってなった時に割かし絶望してたのねで、しかもシベリア出てきてさ、どうしようと思ったんですけど、え、マジでよかった、え、来て奥太郎、うん、ソースライムナイトに来てほしいです、あ、うん、来て、そうだよ、へんてこな島ではない、めっちゃいい島、超いい島だようん、タヌキチがね全部やってくれるから、え、かわいい、なにこの顔、めちゃめちゃかわいいんですけど、えー、嬉しい、奥太郎がいました、こんなことある、え、ちょっとマジで奇跡なんだけど、どうしよう、本当にちょっと今感動してて、ね、感動してて何喋っていいかわかんないんですけど、本当に、はい、ということでですね、長かった離島ガチャもやっと奥太郎と出会うことができました、やっと35回目にして、はい、奇跡的に出会うことができましたはい、なんか前もね離島ガチャやったことあって、もうそれと合わせたらもう本当にね結構長いことガチャやってたんですけど、なんで奥太郎そっち行っちゃうの、はい、ということでこんな感じでゆるゆるとやっております。もしよろしければチャンネル登録と高評価いただけますととっても嬉しいので、もしよろしければお願いいたします。コメントとかもねすごく嬉しいので、もしよろしければお願いいたします。はい、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。スルメでした。バイバーイ。